募集は。こんにちは。今回のもし今チャンネルは、少し思考を変えて、今まで制作してきた機動戦士ガンダムの実写化シリーズの中で、コメントなどで人気評価が高かったキャスティングを順位方式で発表していこうと思います。題して、もし今ガンダムキャラベスト20をお送りいたします。それでは早速ベスト20位の発表です。20位はファーストガンダムからクラウレハモンの戸田恵梨香さんです。ハモンの凛とした感じがぴったりと評価していただきました。19位は同じくファーストガンダムゼータガンダムから、ガンダムといえばやはりこの人、アムロレイの神木隆之介さんでした。神木さんならアムロのちょっと癖のあるところもうまく演技し表現してくれるだろうと評価していただきました。18位はポケットの中の戦争からミハイル・カミンスキーの小手伸也さんです。容姿もさることながら、小手さんのバイプレイヤーとしての実力を評価していただきました。17位はゼータガンダムからフォームラサメの平手ゆりなさんです。フォーの妖艶なミステリーな部分を引き出してくれそうと評価していただきました。16位はダブルゼータからキャラスーンの中リーサさんです。そのスタイルと狂気じみたところもうまく演じてくれそうと評価していただきました。15位はファーストガンダムからフラウボーの芦田愛菜さんです。とにかく可愛い、笑顔が最高と多くのコメントをいただきました。14位はダブルゼータからエルビアンノの橋本環奈さんです。15位のフラウボー同様、かわいい、見入ってしまうなどのコメントを多くいただきました。13位はゼータガンダムから勝子林の鈴木福さんです。ズバリまんま、雰囲気がぴったりで笑ってしまうと評価をいただきました。12位はゼータガンダムからヤザンゲーブルの波岡一樹さんです。ぴったり、役どころも合っていていい感じに演じてくれそうと評価をいただきました。11位はファーストガンダムからミハルラトキエの多部未華子さんでした。これは思いつかなかった、そのまんまだと評価をいただきました。以上ベスト11までの発表でした。いよいよベスト10の発表をしていきます。皆様に選ばれたもし今ガンダムベスト10は発表です。10位はファーストガンダムからダブルゼータまでのブライトノアの長谷川博己さんでした。年齢設定こそ合わないものの、もうブライトにしか見えない、クオリティが高いと多くのコメントをいただきました。9位はダブルゼータから
ラカンダカランのシシドカイさんでした。イメージにぴったり。役どころをうまく演じてくれそう。など、多くのコメントをいただきました。8位は、ファーストガンダムから、マクベの滝藤健一さんでした。もう、滝藤さんしか考えれない。マクベの特徴的な口調なども、うまく演じてくれそう。と、多くのコメントをいただきました。7位は、ゼータガンダムから、バスクオムの中村獅童さんでした。笑いが出てしまうほどイメージ通り。やはり、悪役はきちんと演技力がある。俳優さんがいいね。など、多くのコメントをいただきました。6位は、ファーストガンダムから、キシリアザビの七尾さんでした。年齢設定は合わないかもだが、キシリア本来の強さや凛としたところを、うまく演じきってくれそう。など、多くのコメントをいただきました。5位は、ゼータガンダムから、アストナージメドッソのアサリオスケさんでした。アストナージだけご本人様登場ですか？そのまんますぎて笑いが出てしまう。など、評価をいただきました。4位は、同じくゼータガンダムから、偏見ベッケナーの池内博之さんでした。こちらも、キャラクターそのものですごい。演じられているところが想像できる。など、多くの評価をいただきました。いよいよベスト3の発表。と、行きたいところですが、その前に、評価をいただいたのか、違う意味合いで受けてるのか、微妙なキャスティングを、ここで番外編として2名発表いたします。1人目の番外編は、竜補正のアントニーさんでした。似すぎて吹き出してしまった。完全に狙ってますよね。など、コメントを多くいただいたのですが、至って真面目にキャスティングしました。そして2人目の番外編は、デギンザビの笑福亭鶴瓶さんでした。関西弁のデギンはウケる。でも、演じきれそうでそれがまた笑える。など、コメントを多くいただいたのですが、こちらも至って真面目にキャスティングしました。以上、番外編の2名でした。そして、いよいよ約70名以上のキャストから、選ばれたベスト3を発表していきます。それでは、第3位から一気に、発表いたします。3位は、ファーストゼータガンダムから、ハヤト小林の浜田岳さんでした。私もハヤトは浜田さんかなと思った。ほぼハヤトご本人。など、多くの評価をいただきました。2位は、ゼータガンダムダブルゼータから、ハマーンカーンの黒木メイサさんでした。意外なキャスティングだったが、かっこいいところもそのものだ。他のドラマで黒木さんを拝見したら、ああ、ハマーンだ、と思ってしまうだろう。と、多くの評価をいただきました。そして栄光なる1位に輝いたのは、未来屋島の黒木春さんでした。ナイス。キャスティング。未来役を演じるために、生まれてこられたと言っても過言ではない。など、絶賛コメントを多くいただきました。
もし今ガンダムシリーズ、キャスティングベスト20、いかがでしたでしょうか。次回は第5弾、逆襲のシャオと考えております。引き続き、こちらのシリーズも、よろしくお願いいたします。もし今が次へのステップへと、もしを現実にするために、満を期してクラウドファンディング実施。皆様のお力添え、心よりお待ちしております。近日中に詳細をお伝えいたします。いつももし今チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。これからもどんどん動画をアップしていきますので、チャンネルのご登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。ムガ自身の今後の動画制作のモチベーション、励みになります。心よりお待ちしております。